鳥塚古墳石室内埴輪鳥鳥塚古墳は、栃木県猛岡市京線にある、古墳時代後期後半のものと推定される円墳で、栃木県指定の史跡。猛岡市の北方、五行川左岸の中石地にある京、泉地区一帯にはかつて17期からなる、京泉市戸見県古墳群が形成されていた。しかし宅地下や、高地整理に伴い多くの墳丘が作兵されてしまい、 現在残るのは半海以上のものも含め八基の実となっている。その中でも最も大きいのが鳥塚古墳と呼ばれるもので、死度未見古墳群の中では13号墳とされている円墳である。鳥塚古墳の名前の由来は後日の鳥形埴輪が出土したことによる。古墳時代後期後半の6世紀末頃に築かれたと推定され、大きさは2006年現在で、 東西約22メートル、南北約18メートル、高さ約2.5メートル。石室は長さ5.68メートル、幅は入り口付近が0.81メートル、奥が1.58メートル、高さは1.2から1.5メートル程度。噴球はかなりの部分が削られており、原型を止めてはいないが、河原石を積み上げた側壁を持つ横穴式石室は、 入り口付近を、ケやきの粘に覆われているものの綺麗な状態で残されており、見学もできるようになっている。よく形状を捉えた、取り形埴庭や陰部を露出させ赤く彩色した埴庭の女性像など、芸術的評価も高い貴重な出土品が多くあり、上記の出土品は全て、東京国立博物館に収蔵されている。郵便番号321-4406栃木県。 儲火し慶戦、ありがとうございます。